こんにちは。今日の切り抜きニュースは、今第1回債権者集会が終わったところです。いつもの村岡弁護士と斉藤健一郎さん2人です。こんにちは。お願いします。驚きの、もうこの後説明会をですね、5時から行いますので、ポイントだけ、説明しますと、まあ、やはり1億6000万円コーツが自由に使えるというかお金がありました。この邪魔ってたのはたった4000万でした。約1億2000万円ですね。まあ、そこまでいかないか、正確に言うとですね、1億1800万円がですね、不明なお金というところでですね、犯罪人が大津彩香個人に対してお金を返せというところです。で、特に悪質なのは、なんと4150万円もの政党プロモーション広報に関わる業務委託費、この業務委託費に関しては契約書もなく、どこに依頼したのかも言わない。ただお金、そのうちの4150万円のうち1500万円は、お父様のいわゆる大津宗則氏の経営している会社に1500万円1月30日に振り込んでいるということまでが開示されています。まず4150万円という高額のお金がですね、破産申し立て後の1月30日やその周辺でですね、不正にお金を払っているということで、犯罪人は大津個人に対して4150万円を返してくれということをすでに申し、まあ、すでに要求しているということが分かりました。で、これもですね、当初の説明、いわゆる破産犯罪人が入った3月4月頃だと思うんですが、その説明とですね、5日前の7月11日の説明では説明が変遷しており、委託会社は1社である現在同社との間で業務委託契約を遡って解除して4150万円を返金してもらう方向で話をしているということで、とにかく詐欺行為、嘘をついてこの4150万円を自分の、まあ、お父さんの会社だと思われます、これは推認ですけども、そういった関係者に払っていたことが一つ分かります。で、もう一つ、これも大きな金額で2000万円です。2000万円が大津彩香後援会、これも1月30日ということで破産申し立てをした後直後ですね、12日後には2000万円ものお金が大津彩香後援会に寄付金として、振り込まれているということです。これについてもすでに破産犯罪人が理由のないお金ということで2000万円返せということです。まあ悪いことしてますね、やっぱりね。大津さん、これ説明してくださいね。で、大津彩香今回出てこなかったです。で、出てこなかった理由は、本件以外の質問を下げることが嫌だということが理由でした。で、それは分かりました。で、裁判官は、じゃあ次回以降、本件破産以外の質問があれば、それは本件以外の質問だということで回答しなくていいということをやるので、次回はいつでした ?11 月 ?11 月いつでしたっけ ?19 日かな19日、11月19日午後2時から、今度は場所が変わります。ここはちょっと中目黒ですけども、霞が関の103号法廷で2時から行われますが、大津彩香次回は出てくると、ただ破産に関係ない質問は答えなくていいということを保証するということで、次回は出てくると約束をしましたので、まあ、私の方はね、出てこなければ印字してくれということをしつこく言いましたけども、まあ、そうは出てくると言ってる以上はそこについては今日は言及されなかったということですが、まあ、その前にこれ捕まるんじゃないの、まあ、捕まるというか捜査は間違いなく変えると思いますから、4150万円について犯罪人が聞いても答えないと言いますよ、大津彩香はね。まあ、それ以外にもいろいろと言いたいことはあるんですが、まずはやはり彼女予想以上の額ですね。少なくとも、まあ、僕も6000万円ぐらいは抜いてるのかなぐらいの感じはしましたけども、なんと1億6000万円のうち1億2000万円約、これを彼女は不当に使い込んでいる、あるいはどこかに資金を隠しているということが分かりました。しかしながらこれもう相当悪質です。少なくとも3月14日に、もう代表者が犯罪人に変わった後から290万円ものお金を使い込んでいることについてはもう子供でも分かることですよね。もうあなたはこの会社の代表者じゃない、この党の代表者じゃないんですよ、犯罪人の許可なくお金を使っちゃダメですよと言われてるのに300万円引き出してるっていうことなんですよ、約300万円ね。まあそういったこともからしても、まあ警察としてもおそらくそんなに複雑な案件じゃないと思いますので、まあ、今のうちに早く被害の届け出を出してですね、大津彩香が早急に逮捕されるように、金額もとにかく1億を超えていますので、まあ、これから確定、まあ、確定してるだけでも7000万円超えていますから、
あの早急に警察の方には僕はもう逮捕状を取ってやってもいいと思います。そうじゃないと要は彼女自体は今日の説明会にも来ていないし、いわゆる管財人の質問に対しても答えないということをしていますので、明らかに犯罪を隠そう、証拠隠蔽しようというのが相当強い意思が感じられます。従いまして、先般の公職選挙違反などとも合わせてですね、明日直ちに刑事告訴を、まあ、告訴あるいは告発をしてですね、身柄の確保をしてもらうように警察の方には強く要請しようと考えています。やはり大津彩香は大津パパと一緒に猫ババしていました。さすがにこれは詐欺破産罪になると思います。これからこの悪党たちがどうなっていくのか楽しみですね。それではご視聴ありがとうございました。多くの国民が NHK に受信料を支払わないことによって NHK を